牧野原サービスエリアは、静岡県牧野原市の東名高速道路にあるサービスエリアである、高速バス停留場の牧野原バスストップを併設している。大型車に特化した駐車環境の整備がなされており、駐車エリアが車種によって完全に分離された仕様となっている。これはかつて、上り線側に併設していた全日本トラック協会指定のトラックステーションとの 関連もあり、メインエリアと一線を画した駐車場と休憩施設を設置した体系をとっていた名残である。また、下り線側も広大な収容数を賄う駐車スペースが確保されている。なおトラックステーションは2014年12月20日をもって廃止された。飲食については、上り線側レストランのバイキング類が特徴的で、 7時から10時限定の朝食バイキングのほか、スイーツバイキングやドリンクバーやサラダバーが実施されていた。ドリンクバーで使用されるマグカップには静岡の継承地、名物を背景に全面にハローキティが描かれており持ち帰ることも可能であった。これらは2017年のリニューアル工事に伴い閉店した。下り線側の利用に際しては 都反車線を介しての流入となり、利用車両は事前に車線変更が必要となる。上り線、トラックドライバー向け店舗あたり SA に併設されたバス停留場である。旅客案内場では、東名牧野原と呼ばれ、名称表記が東 SA とは異なっている。東名ハイウェイバスの特急、急行便が停車する。2016年12月1日のダイヤ改正時点で、 停車するのは、東京駅浜松駅の上下各3便と、静岡駅名古屋駅の上下各1便。利用者向けの無料駐車場が設置されている。菊川 BS、牧野原 BS、吉田 BS、静鉄ジャストライン、牧野原サービスエリア入口バス停東京駅から 212.5km 牧野原バスストップに関するカテゴリー。ありがとうございます。